ステップ5。衛星を使って漁師もつれを配ること。これがかなり有名な実験になっているので、もしかしてこれがニュースとかを見たことあるかもしれません。これが MSM のリンクの形になっているんですが、まあ、長い距離、長距離にはなっているんですね。これが中国でやっていることになっているんですが、イエンたちの論文になります。 2つの基地局を使っているんですが、それが、チ海とユンナン、それがまあ西、中国にある地域のところなんですが、それの距離が 1203km になっています。そして、両側にはかなり標高が高いところになっているんですが、チンハイでは 3153m で、ユンナンには 3233m。それから、 ミシエスというと衛星を打ち上げましたが、その衛星の軌道の高さが500メートルになっています。そしてそれがそこから格子を配ることになっているんですが、衛星に乗っている漁師もつれの,のソースになっていますので、これが打ち上げにはかなり厳しいと環境になっているし、 宇宙軌道もかな,りかなり厳しい状態になっているので、まあ、できるだけ丈夫な表しもつねソースに,にはしなければなりません。そしてそれができていると、それが HV プラス VH の Bell p a i を作ると装置になっているんですが、SPDC を使っているんですね。それが,が、えっと、いつもの使っていると、ね、あの技術になっているんですが、 そして、パンプのフォトン、ポンプのレーザーが405ナノメートルの格子になっているので、SPDC が成功している場合になると、810ナノメートルの2つのキュービットになっているんですね。そして、それのパンプパワーが 30mW になっているんですが、かなりレートは高い装置になっているんですね。そして、1秒あたりには、 5.9MHz, 5.9 million、uh, entangled bell pairs per, per second、ね、になってるんですが、まあ、それが、えっと、590回になってるんですね、1秒あたりには。そして、それが、ソースの,のフィデリティなんですが、それが0.907になってます。かなり、えっと、品質が高い、えっと、リシモツレのソースになってます。 さて、それがエラーがもちろんそれを行うことになっているんですが、先の図で見ると,と、まあ、腰は斜めになっているでしょう。そうすると、まあ、500から 2000km の距離でいて、腰が空気を取らなければならないんですが、その空気は、まあ、透明になっていると思っているかもしれないんですが、やっぱりいろんな影響をするんでしょう。 それがいくつかの問題になっているんですが、まずはそのアラインメントのところには、ちゃんと目指しているかどうかには、すごく精度が高い状態にしなければなりません。それから、こっち側にも、両側に問題を行うと思いますが、それがディフラクション、それが解説になっているでしょう。だんだん格子のビームが広がるようになっているんですね。 それが、えっと、衛星に乗っている高額、まあの,の装置、望遠鏡なんでしょう。それの大きさ次第にはその解説はリミットになっているんですね。そしてこれがすごく難しいじゃと実験になっているんですが、なんと、ロスが 64dB から 82dB になっているんですね。それがまあ 100万,回より100万回の分より低いし、これが1億倍の分の1になっているんでしょう。そしてそれがエンタイングルメントを確認、認証したいんですが、それが基地局でやって、それからベルフ等式で計算して、フィデリティが0.87、すごい数字になっているんですね。それから 1>, 1回の実験は、まあ、それが1059秒になっているなんですが、1167回に,に,には、両、えっと、子も連れを配ることができました。つまり、1秒あたりには、と2フォトンの,の,のと測定するレートが、がえっと、1秒あたりには1.1回になっているんですね。 そして、それが、ベルフ等式が2.37の値にな,るになりますが、それがまあ悪くない数字になっているでしょう。そして、それが、ロカリティルーポルトと、それが説明したことになっているんですが、それが、もうちゃんと閉まっているんですね。これが、まあ、1000キロ以上の距離でやっているので、かなり時間は余裕でしょう。そして、これが、えっと、 まあ短かったんですがそれがそのあの有名な中国の衛星からウヨシモツレを基地局に,よるにを配った実験でした。